来上がりましたね。やってきたのは、オーストラリア海軍、アンザック級フリゲート、3番艦、バラムンガ。北朝鮮の背取り監視のために、やってきていた艦艇です。いやさ、朝に関門海峡を抜けて、呉に向かってたのは知ってたよ。知ってたけど、このペースで呉に来るとするなら、到着は、夕方になるから、入港してくるのは明日の朝だな。とか思っていたら、もう日が暮れようかという時間帯なのに、入港してきました。横須賀には、イギリス艦隊が来て、佐世保にもイギリス艦が入って、舞鶴には、アメリカのイージス艦が入港し、大港は基地の近くを10路艦隊が来たというのに、呉には、外国艦艇が一切来てなかったのですよ。そんな中、来てくれたオーストラリア艦なので、呉勢としてはウェルカムなんですけどね。桟橋では音楽隊の人たちが、歓迎の演奏をしておられましたけど、距離があるんでね。何を演奏しているのか、聞こえませんでした。さて、ワラムンガがタグに押されて、接岸態勢に入りました。ワムランガが属するアンザック級フリゲートが計画されたのは1989年、1996年に1番艦アンザックが就役します。世代としてはアブクマ型と同じ年代の船ですね。モヤイツナのやり取りが始まります。綱取り作業をする業務隊の人は制服を着ていないような。海外艦艇が呉に来た時は、業務隊の人も制服を着て、作業をしているのですがね。今回、ワムランガは親善目的の、寄港ではなく、北朝鮮の背取り行為監視任務を、行った後の休養と補給のための、寄港なので、そのせいなのかもしれません。さて、おおむね接岸作業の終わった、ワラムンガの横を、艦船巡りが通過していきます。この時は、ワラムンガの乗員の方も、俺たちを歓迎するために、来てくれたんだろうな。ってなことを、この時は思ったかもしれませんが、翌日は、朝の10時から、午後3時まで、1時間おきに来るからな。ワラマンガに、タラップがかけられます。いやもうね、かなり暗くなってきましたよ。海もいい色に染まってきました。本当ね、最初に戻るけど。昼間に来やこんな薄暗い中で作業するよりは、明るい中の方が作業やりやすいでしょ。本当、昼間に来た方がいいですよ。次回からですね、しっかりその辺も考慮してほしいですね。何よりも、藤原さんが、写真を撮りやすいからな。はい、すっかり暗くなりましたよ。矢印のところで、何かが光ったのがわかりましたか？あれ、入港記念の写真を撮るのに、フラッシュを焚いたところなんですよね。だから、そういうことをせんでもええように。昼間に来いやお出迎えしていた海事の人たちが帰り始めましたね。じゃあ、藤原さんもそろそろ帰るわ。
海外艦艇とか、よその艦艇が来たら、まあこれに乗りますわな。そして、わら漫画です。後部飛行甲板には、テントが建てられています。今回の飛行は、休養目的ですからね。実際、あのテントの下で、乗員の方が休憩されていました。桟橋の上では、ワムランガの乗員の方々が、走っておられました。飛砲は、砲塔がステルス化された、54口径127ミリ単装砲。艦橋前に、ハープーン SSM、4連装発射塔。艦橋の後部にある、特徴的な突起物は、オーストラリアが独自開発した、シャーファーの、フェイズドアレイレーダー。煙突の下には、324ミリ3連装単魚雷発射艦。煙突後部には、マーク41、VLS が1機装備されています。というわけでワラ漫画ですが、シャーファー多機能レーダーが印象的ですよね。現地では、つくしとか、蛇の頭とか呼んでいました。ここで、ダンベルを上げてる人がいますね。やっぱり、体を動かさないと、ストレスとかなんとかが溜まってしまうんでしょうね。それで、また夕方なー。